今日は変わったものが好きなにゃんこ、それはご主人の晩酌のお酒、そして飲んだら寝るんです。名古屋のとあるマンションに変わったものが大好きなにゃんこが暮らしています。名前はユキ。体重9キロとちょっと太めですが健康で長生きなおばあちゃんです。ユキ、そんなユキが楽しみにしているのが3時のおやつ。ユキは甘いものが大好きなんです。さらに楽しみにしているのが、はい、ユキただいま仕事から帰ってきたダンプの運転手のお父さんと過ごすひとときなんです。この時を待っていたユキ、晩酌の時間です。10年前お父さんが晩酌している時に舐めて以来、ユキは病みつきになりました。でもたしなむ程度、これがユキが健康で長生きな秘訣。今日のおつまみはサラミソーセージとイワシ。つまみを食べながら飲む焼酎は最高なんです。晩酌が終わるとユキはお父さんと横になります。これが二人にとって至福のひとときなんです。